画面には、トイレ内でうつむき、加減の制服衣装姿の少女が映っている。一瞬正面を見る。用を足し、水を二度流した少女は、手を洗いフレームアウトするまでの1分間、隠しカメラに気づくことはなかった。またも許すまじき犯罪行為が発覚した。AKB48 の姉妹グループ、乃木坂46の人気メンバーの盗みつまみ画像が流出したのだ。青春派路線の乃木坂にとって、トイレ盗みつまみは、イメージに関わる大問題。被害に遭ったメンバーは、声もかけられないほどへこんでいます。未だ犯人は捕まっていないが、プロによる犯行だと見られている。犯人は、メンバーが出演した地方ラジオ局のトイレで盗み写し、後日アダルト動画投稿サイトの盗みつまみ見聞録とビーピングアイズへ持ち込んだのです。これまでに、4名のモデルやタレントを、同じ場所で撮影していた実績や、顔や髪型、服装などの特徴から、関係者は乃木坂メンバー本人だと判断。100万円以上の高値で買い取った。犯人とのやり取りは全てネットで行われ、金の受け渡しも足がつかない方法だったとか、犯人の名前さえ知らないまま取引されたそうです。8月初旬、同サイトのトップページには、一部伏せ字となった少女の名前とともに、8月12日の公開を予告する広告がアップされ、ネットには激震が走った。両サイトは、海外のサーバーを経由しており、経営者の所在も不明。普通は、泣き寝入りとなるパターンだが、運営側は、何としても流出を防ごうと、その海外サーバーに所属レコード会社であるソニーミュージックから、長文の警告文をメールで送ったのです。刑事事件に発展させることも伝え、サーバーなどの関係先に対しても、共犯や幇助の可能性を示唆し、民事でも、高額な損害賠償を求める姿勢を見せた。結果、寸でのところで公開阻止に成功しました、乃木坂関係者。素早い対応により、最悪の結果を回避したわけだ。一方、一向に進展がないのが、もう、一つの AKB 盗みつまみ。少子が4月2日号で報じた関連会社、オフィス48の元取締役、野寺隆38が犯した事件である。野寺による盗みつまみも、その多くはトイレ盗みつまみだった。動画は、75本計15時間以上にも及んだ。しかし、未だ、運営側が野寺と接触した形跡はない。野寺の盗みつまみ被害に遭った元メンバーの一人は、今でも不安を拭えないという。今でも、野寺が動画のデータを持っている可能性はあって、いつ流出するかわからないんです。上層部は、法的措置も含めて動いてほしい。まずはデータの消去です。運営には、警察や検察の OB がいるんだから。3月末の時点で、運営会社 AKS は、今の段階で事実関係を確認できていないとした。今回の事件について、ソニーミュージックは、警察への被害届提出などについては回答は差し控えるという。運営側の管理責任にダブルスタンダードはありえない。